ロバート・カミングスはアメリカ・ミズーリ州出身の俳優、ボブ・カミングスの表記もある。日本ではアルフレッド・ヒッチコック監督作品、逃走迷路とダイヤル・エムを回せの2作品で知られるが、万年青年イメージのルックスを活かしたコメディ映画への出演が多い。1910年、下界であるチャールズ・クラレンス・カミングスの息子として生まれる。高校生の時より大父である。 オービルライトから飛行の手ほどきを受けた。1931年、ブロードウェイデビュー。英国人俳優がもてはやされていたことから、イングランドに渡り、上流階級のアクセントを学び、さらに、英国人風に見せるために芸名を、ブレード・スタンホープ・コンウェイとする。1934年、ハリウッドに渡り、芸名を、ブルース・ハッチェンスとするが、その後、 本名のロバート・カミングスに変更する。1939年、庭のちぐさで、主演のディアナ・ダービンの相手役を演じて、一役スターとなる。その後多くのコメディ映画に出演。1942年、第二次世界大戦に陸軍航空隊として従軍。1952年、テレビでの活動を開始。1954年に放送されたテレビドラマ、 12人の怒れる男の演技でプライムタイムエミー賞ミニシリーズテレビ映画部門主演男優賞を受賞。また、1955年から1959年まで放送された自身が毎回主演を務めるシリーズザ・ボブカミングス賞はヒットとなり、1961年から1962年まで CBS でも再度制作された。1955年 ディズニーランドにリポーターとして特別出演。アート・リンク・レターやロナルド・レーガンと共に開演初日のディズニーランドの模様を生放送で伝えた。なお、1986年にも同シリーズのスペシャル番組で司会を務めたほか、1990年にはディズニーランド開演35周年の特別番組に出演した。これが生前最後のメディア出演となった。 1990年、フ不全により死去。闘争迷路より、テレビシリーズ、ホクロニご用人より、ジュリーニューマート。ありがとうございます。